はい、どうも、白滝です。ただいまの撮影時刻が8月5日金曜日になるんですけれども、イベント更新とガチャ更新がありました。イベントは昨日に予想したスターロードで、ガチャは、昨日に予想したセレクション第2弾が、登場したということで、まあ、今回の動画では、スターロードの攻略と解説で、明日に、無課金未課金勢は、まあ、セレクション第2弾を引くべきなのか、まあ、それについてね、解説していこうかなと思います。まあ、よければ、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と、高評価していただけると、かなり嬉しいです。ということで、お知らせの方を見ていきましょう。お知らせの方に来まして、8月の5日にセレクション第2弾が登場しました。でガチャ内容は第1弾と同じく369、セレクション第2弾の選手1人確定で、10連目以降セレクション第2弾の選手 S ランクが出たら確定になっています。で自分ね、ま、選手パッと見たんですけれども、能力ほぼほぼ変わっていない、球種もねほぼほぼ変わっていない、そして、エキサイティングで登場した岡本さんとか持っているということで、ま、ここ自分はちょっとスルーかな。うん、第1弾と第2弾比べてどっちがね豪華か、どうめちゃめちゃかも、どっちがね豪華かと聞かれれば、もう第1弾の方がね圧倒的豪華で、まあ、第1弾結構引いたので、もう今回セレクション第2弾スルーかな。まあこの後スピリッツ4100 OB シリーズを登場するので、まあ、新ガチャがねもしかしたら登場する可能性もあるということで、まあ、今回のガチャはスルーしていこうかなと思います。なんかあんまね、うん、欲しいっていう選手がいない。まあ伊藤選手がね、ツーシームついていたらちょっと欲しかったんですけれども、まあ今回はスルー。で、スピリーグ代表決定戦かな、オンライン予選も開催されました。で、GS 第4弾狙い撃ちスカウト。で、イベントはスターロードが登場しました。で、第2弾ミキサーも登場しています。で、期間限定2200円で260円エナジー。まあそういったキャンペーンも来ています。ということで、ちょっとね、選手パッとね、軽く見て、まあその後、スターロードについてね、話していこうかなと思います。まあちょっとしたね、小技、裏技があるということで、それも紹介していこうかなと思います。ヤクルトの方から見ていきましょう。田口選手、全土地で登場しました。で、球種もね、まあ、通常とほぼほぼ変わっていません。特殊能力キレ、タイピンチ、打たれ強さ。阪神は、湯浅選手が登場しました。新規枠になります。77、68、61。まあ、称号で QA にすることができます。まあ、でも、A ランクがね、まだ登場していないということで、限界突破はかなり難しい選手。で、球種なんですけれども、リアルタイム対戦ではちょっと使えてこないかな。まあ、フォーク、もうちょっとね、変化量と球威あってもいいんですけれども、まあ、いつの査定かね、ちょっとわからない。5月、6月あたりかな。まあ、そのシリーズになれば、もうちょっとね、強化されて、登場してくるんじゃないのかなと思います。まあ、強化されたバージョンの方がね、自分は欲しいので、まあ、そちら待っとこうかなと。特殊能力が伸び、タイピンチ、脱三振。巨人は岡本選手が登場しました。もうエキサイティングとね、ほぼほぼ能力変わっていないということで、まあ、今回飛ばしていきます。広島は大瀬良選手が登場しました。通常からプラス1されて登場しています。まあ、大瀬良さん欲しいんですけれども、大瀬良さん狙い、1点狙いでちょっとガチャ引くのもあれなので、まあ、今回はスルー。特殊能力がね、通常と同じになっています。中日は大野選手が登場しました。まあ、通常とほぼほぼ同じかな、オールステータスへ。で、球種が、通信上方向になっていたらちょっとね、ガチャ引いてたんですけれども、まあ、横方向、特殊能力が切れ、伸び、タイランナー。横浜は牧さんが登場しました。エキサイティングと同じ能力。まあ、エキサイティングバージョン自分は獲得しても、小5でミートへパワーへの同値にしたので、まあ、獲得まではいかないかな。超広角パワーヒッターチャンス。もう能力はね、めちゃめちゃ強い能力になっています。パリーグの方を見ていきましょう。オリックスは山岡選手が登場しました。79、76、78。で、球種は特に変わっていないのかな。第2球種ナックルカーブ。で、超高速シンカー。特殊能力が切れ脱三振、タイランナー。ロッテは松川選手が登場したんですけれども、ドライチの能力がこういった感じになっていまして、守備数値が、適正48。で、セレクションで登場した松川選手は、能力、まあ、こういった感じになっていまして、守備数値ね、上がっています。いいからし、これはね、結構、まあ、ロッテ純正の方は、獲得必須級の選手になってくるんじゃないのかなと思います。まあ、田村さんとかおるんですけれども、いや、松川さん能力ね、上がったので、で、特殊能力が粘り打ち、固め打ち、補修。楽天は安楽選手が登場しました。78、67、68。まあ、称号で QA にすることができて、まあ、球種はこういった感じになっています。特殊能力が脱三振、タイピンチ、キレ。ソフトバンクは今宮選手が登場しました。通常シリーズ1が60代だったんですけれども、まあ、ミートビーで登場しています。
守備数値がこういった感じになっていまして、ショートの適性が B、特殊能力が片身打ちチャンス守備職人。日本ハムファイターズは伊藤選手が登場しました。79、69、76。で、球種を見ると、超スローボールかな、オールスター投げていたんですけれども、まあ、そのボールってどうなんやろ、パワープロではね、超スローボールあるんですけれども、プロスピーでできるんかな、あれは。で、あとはツーシーム宣言していたので、ツーシームが追加されていない。まあ、シリーズにツーシーム追加されてくるのか。球種変更されていたらね、ちょっと獲得したかったんですけれども、まあ、球種の変更はありません。特殊能力が脱三振切れ援護。そして最後セーブは山川選手が登場しました。この写真過去にもなんか出ていたような気がするんですけれども、まあ、分かる方はコメント欄で書いてください。で、ミートがね、C だったんですけれども 70B に乗ってきました。70、85、59、まあ、守備数値はほぼほぼ変わっておらず、特殊能力アーチストプルヒッター存在感、まあ、このプルヒッターなければ、獲得したい方はね、まあ、多かったと思うんですけれども、プルヒッターがちょっとどうなってくるのかやね。うん、ライドラプルヒの、組み合わせはいいんですけれども、やっぱプルヒッター修正されてもやっぱり広角打法の方がね強いので、広角なっていれば、かなり強い選手になっていたんじゃないのかなと思います。8月5日金曜日に、セレクション第2弾が登場したんですけれども、まあ、これについては明日ね、解説していこうかなと思います。ということでスターロードの攻略やっていきましょう。再びお知らせの方に来まして、イベントスターロード開催、8月12日金曜の14時59分まで開催されます。で、こちらのお知らせで一番重要な情報が、前回からの変更点、まあ、システムに関する変更はありません。まあ、いろんなことが書かれているんですけれども、これはイベント内で説明していこうかなと思います。まあ、開催期間が8月12日金曜の14時59分まで。イベント画面の方に来まして、まずは報酬の方を見ていきましょう。報酬は、累計報酬、投手クリア人数、野手クリア人数というものがありまして、まあ、投手クリア人数、7人達成すると25エナジー、まあ、野手クリア人数7人達成すると25エナジー、まあ、合計で50エナジー獲得することができます。まあ、その他累計報酬ね、まあ、こちらエナジーあるんで、まあ、そちらと、最後のね、報酬には、まあ、閲覧契約書を獲得することができるので、必ず無課金、微課金税は、まあ、この S ランク契約書を獲得してください、まあ、S ランクの選手はミキサーの球にすることもできる、まあ、スピリーグね参加している方は、その純正の選手が当たる可能性もあるということで、まあ、必ずね S ランク契約書、このイベントをね完走していってください。でもう一つ特別報酬というものがあるんですけれども、まあ、この中からねランダムで一つ獲得することができます。イベントの、攻略について話していきたいんですけれども、絶対的エースへの道、投手プレー、圧倒的強打者への道、打者プレーと、この2択がありまして、どちらからやるべきなのか、これは打者の方からやっていってください。打者の方が、ポイントを稼ぎやすくなっています。で、選手ボーナス、グラウンダー低弾道とね、プラス 100% あるんですけれども、グラウンダー低弾道の選手でやっていってください。ボタンを押すと、ボーナスね、書かれているんですけれども、小林選手で、スターポイントのね、3倍、2倍もあって、23万だったかな。で、源田さんも、15万とか、まあ、それぐらいのね、ポイント数を稼ぐことができるので、まあ、グラウンダー、低弾道の選手を持っているという方は、グラウンダー低弾道でやっていってください。で、こちらね、源田選手選んでいきます。まあ、誰でもいいんでね、とりあえずボーナスがある選手でやっていってください。続いてオーダーについて話していきたいんですけれども、操作する選手は DH 枠に入れておいてください。ポジションに入れておくと、2周目以降、選手を、ね、変更することになります。その時に、打順とかね全部バラバラになってしまうので、まあ、とりあえず、DH 操作する選手は DH に入れておいてください。次のオーダーに関しての情報は、育成オーダーでやっていくべきなのか、それともガチオーダーでやっていくべきなのか、これは育成オーダーでやっていってください。まあ、操作する選手のみが重要になってくるので、まあ、ファーストね、こちら村上さん使っているんですけれども、まあ、育成オーダーでねやっていってください。次に重要な情報がオーダーメニューになりまして、まあ、いろんな、ね、項目があります。で、チーム方針に関しては全て消極的にしてください。まあ、アウトになる要素を、ね、減らしていきたいので、全て消極的で、次に、重要なあれが、打順変更、まあ、打順に関しては、上位打線に、まあ、その、ね、操作する選手を置いてもらいまして、まあ、1番は打てる選手を選んでおいてください。まあ、1番、ね、山田哲人選手が、2塁打を打つ、まあ、その後源田さんで返せば、まあ、打点
点のボーナスもつくので、1番は打てる選手で、基本的には二遊間かな、二遊間の一応守備は固めておいて、打てる選手に1番、そして下位打線にも、まあ、打てる選手を置いておいてください。まあ、下位打線坂本さんから始まって、まあ、その塁に出ていれば、源田さんで返すことができるので、まあ、上位打線と下位打線は、まあ、とりあえずね、強い選手2人ぐらいかな、上位に1人、まあ、下位に1人、まあ、こういった感じでオーダーを組んでいってください。投手のオーダーに関して育成オーダーでやっていくべきなのか、それともガチオーダーでやっていくべきなのか、まあ、打者を操作しているときは、投手一切使わないので、まあ、B ランク A ランクのね育成オーダーでやっていってください。そして最後の情報になるんですけれども、このイベントにはちょっとしたね小技があります。メニューボタンを押してもらいまして、各種設定で、球場設定というものがあるんですけれども、これね、弾道、低弾道、グラウンダーの選手は、二塁打、三塁打を量産しやすくなっています。その量産しやすくなる球団が、ありまして、それが、こちら明治神宮球場ではなく、マツダ、スタジアム、ズームズームスタジアム、それか、甲子園、両翼がね広いところを選んでいってください。まあ、阪神甲子園、甲子園もね、両翼が広いということで、右中間に抜ければ、三塁打をね、大量に、打つことができるので、まあ、阪神か、それか広島かな、広島、このどちらかでやっていってください。まあ、自分はいつもね広島の右中間を狙って、まあ、三塁打量産しているので、まあ、自分は広島でねやっていこうかなと思います。まあ、一応ねこれ全部やっておいてください。まあ、自チームだけでやるとなんかならない時があるんで、まあ、めんどくさいんですけれども、全部ねやっていってください。そして最後、投手のね攻略について話していきたいんですけれども、今ねメインポジション抑えがプラス 20% のボーナスで佐々木選手を選びます。この抑えの選手を無理やり先発にすることによって、そのね投球回数を増やすことによってポイントもね大量に稼ぐことができるので、まあ、投手からやりたいという方は、抑えの選手を、ね、無理やり先発にして、先発で、ね、投げさせてください。まあ、抑えであれば3人なんですけれども、先発であれば 5,6 人、ね投げることができるので、そして、重要な、ね、球種がフォークになります。まあ、この下に落ちる方向の、ね、球種であれば、まあ、相手を三振に取ることができる。まあ、三振は、ね、結構ポイント、ね、稼ぐことができるので、まあ、できれば、フォークとか下方向の球種を持っている選手を選んでいってください。はい、ということで、8月5日金曜日にイベントスターロードが登場したということで、攻略と解説でセレクション第2弾が登場したんですけれども、無課金美課金税は引くべきなのか、まあ、これに関してはね明日、まあ、全体的なね1年の流れかな、まあ、この後9月10月11月の流れとともに、まあ、引くべきなのか、解説していこうかなと思います。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、この動画が良ければぜひともチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ということでありがとうございました。